中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。インサイド落ちました、リューク、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている牧、高橋宏斗、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ボールになります。2球目打ちました、セカンド取る、アウト、2アウト。3番バッター秋山、2アウトランナーありません。この回の高橋宏斗、4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね、いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。さあ4球目は何か、インコース打ちました、いい当たり、打球はレフトへ。さあこれからホークスが守備につきます。そしてマウンドに大島が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが1球目、引っ張った、これはファーストライナー。バッターは2番に入っている木下、小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー小笠原、そしてキャッチャーは野村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。次が4球目、アウトコースのチェンジアップ、さあ仕留められるか、ファウルになります。打ちました、三遊間抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番浅村、ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、あっと取れない、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。そうですね、ホークスピッチャーが変わります。一打先制の、ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあそして打席には吉田が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、ファウルボールです。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライに。インサイド打った、ピッチャー取った、本塁アウト、アウト、ダブルプレーで3アウト。2回になります、ホークスの攻撃、バッターボックスは4番落合。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最初、インコース詰まりました、この打球はフライになっています。バッターボックスには指名打者の山崎、高橋宏斗、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、最初は変化球できました、ボールになります。引っ張った、サード取った、ツーアウトになりました。6番バッター筒香、ツーアウトランナーありません。この回の高橋宏斗、早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。いや素晴らしい球ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。変化球が低めに外れます、ファウルです。フルカウントです。このボールは外れてフォアボール、ツーアウトから先制の、初球ボール、2球目は何で来るか、
ちょっとカウント苦しくなっています。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。うん、そうですよね。際どいが、あっとフォアボールです。小宮さん、バッターボックスには代打の宮崎。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。落としていきましたが、これは外れます。レフトに持っていった、フェンス直撃、中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターボックスには代打の近藤。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね。ここはドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは変化球、打ちのボール打っていった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。ここでホークス守備を変えてきました。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターボックスは6番ビシエド。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える最終回。インサイド、センターへ抜ける。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている高橋。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。また初球抜けていった、ライト前ヒット。さあ、サヨナラのランナーも出塁します。さあ、そしてバッターボックスにはリューク、はい、バッターボックスには代打の村上。ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。打ち上げた、センターの前に落ちました。ヒット、センター前ヒット、見事起用に応えました。さあ、そして打席には加藤が入っています。バッターボックスには代打のリック。ノーアウトで満塁となりました。変化球打った、取った、二塁へ送球、アウト。初球大きな変化球がいいところに決まります。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。変化球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。村上そのまま入り。3回の表、ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。さあ、ここから上位打線になります。バッターソト、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズ同点で迎える最後です。ドラゴンズピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面。変化球打った、ショート取った、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。さあ、そしてバッターボックスには牧が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど、そうですね。惜しい当
しいですね。はい、低めわずかに外れてボール。ライト線、この打球はどうだ、切れるか。切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。うちのボール打った、この打球は落ちるか、どうだ。掴んでスリーアウト、勝ち越しは許しませんでした。これから3回の裏、ドラゴンズの攻撃、続くバッターは木下。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。ドラゴンズ同点で迎える最後の攻撃です。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになります。一、二塁間、難しいバウンドをさばいて二塁フォースアウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。さあ、そして打席には浅村が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは、初球打っていった、アウト。これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも規定によりドラゴンズが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん。